先ほども安倍政権のひどさについてお話ありました。その安倍政権のひどさが最も今暴力的に現れているのが沖縄です。その沖縄から反戦地主として今新州大谷派の僧侶として活動しておられる千葉那翔一さんにお話しいただきたいと思います。お願いします。開催物通用中並びだ。沖縄から来たんですが寒いですね。あ、本当に山とはね寒い。でもここは今日沖縄から来た僕でもあったかい、太陽が差し込むとあったかいんですね。私たちの運動は派遣だった部分、闇になった部分に光を差し込み、あったかさを醸し出す、そういう戦いだと思います。原発も基地問題も国策です。国権が横暴にその姿を表しています。国家権力と向き合うと、意見を申し立てて向き合うと、そしてそんな中から国家権力がどんなものなのかという本性が見えてきます。おそらくここで原発を戦っている皆さんもその姿を見てきたと思います。この姿が見れない人たち、姿が分からない人たちは権力に買われた畜生です。仏教で言うと畜生というのは、家畜などと同じようなものです。権力はいつも自分の配下に畜生を作り出していく、そして何をしても何も文句を言わない大衆を作り出していくんです。これが無関心です。無関心をどんどん作り出していく、こういう社会が今の社会です。無関心でさせるためには非正規、そして低賃金、忙しさをどんどん作っていく、ものを考えさせてさせないようにする、これが日本の今の政治だと思います。そういう中で私たちの戦いは、先ほど言ったんですが、闇を光を差し込みあったかくする、その戦いだと思います。沖縄は今知事も含めて多くの沖縄というものが自民党の支持者になった人たちまで含めて基地は絶対許さない、この戦いで一致しています。特にもう今までの戦いは革新、基地は革新がいらないと反対だ、自民党の人たちは賛成だ、こういう保守革新が割れていました、分かれていました。沖縄は今そうではありません。これまで保守を支えてきた大きな企業、この企業がどんどん基地はいらないんだと、半分は賛成としても例えばそうであったとしても基地はいらないんだということが今公然と叫び出されてきています。今現場では国家権力がもろにむき出しになっています。警視庁から沖縄の機動隊じゃありません、警視庁から機動隊が派遣されて毎朝7時前後に総理官の60名80名ぐらいの人たちを棒を抜きです。そしてそれに対して私たちは水曜日は少なくとも1日だけは止めようと、水曜日は議員の呼びかけで県議会議員、市町村議員、国会議員含めて全部来いということで、毎週水曜日は500名から1000名ぐらいの人たちが朝早くから集まります。水曜日は完全に止めています。次は木曜に止めようと、水曜木曜止めよう、そして金曜も止めよう、こういう形で絶対基地は使わない。会場でもカヌー隊が海保に強引に命じ伏せられ、それで拘束されています。それでもめげず毎日毎日突っ込んでいって拘束されています。それで知事に関しては
含めて賛成をした前の知事の処分を宣言を取り消して、選挙をして尾長さんは埋め立て承認を取り消しています。それに対して今国が知事が取り消したものをさらに取り消す、そして国が代理で執行する代理執行裁判を提訴しています。20年前私たちハンセン菌糸の強制信用の時に国が太田知事、前の太田知事が私たちのこっちの代理署名、強制信用の代理署名を拒否したということで裁判にかけられました。あの時は機関委任事務でした。いわゆる国の代理的な事務だったわけです。今は地方自治法も少し変わって、今は法定受託事務になっています。法律で知事に権限を与えているということです。前と違う、そういった意味では一つの、可能性もあるかもしれません。でも体は大御さん丸出しです。どういうふうになっているかというと、10月に福岡高裁の橋本の裁判長を変えました。誰になったかというと、成田の三根塚の 農地を守る農地法によって農民の土地を取り上げた裁判長です。これが10月に報道する福岡高裁那覇地裁那覇支部の裁判長になりました。これが担当です。そういった面ではものに横暴さが出てます。私たちは法治国家だとか民主主義だとかこういうことを口に出してそうあってほしいと思うんですが、ところが思うとは別に権力は僕らよりももっと横暴です。もっと凄まじいです。そういった意味では今のこの状態をですね戦うことによってみんな見えてきたと思います。これをもう何とか民主主義のが大事だという状況なんですが、もう一気的な状態を作らさなければダメじゃないかと思うんですね。そういった意味では私は、水曜日も言ったんですが、今沖縄では、全て47市町村の中に辺野古とつながる、島組の会議が作られています。私たちの村も毎週金曜日です。それがどんどん広がっています。沖縄から私たちは日本を変える一揆を起こしたいと思っています。この無駄手を阻止したら沖縄もちょん変わるし、今度も変わるだろうと思います。一緒に戦いましょう。島田さん、どうもありがとうございました。